どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て。引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱし、ちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう?行くぞ。さあ。16個。孫悟飯、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来損ないめ。覚醒の孫悟飯、放て親子カメハメハ。もう許さないぞ、お前たち。まさかこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。た
倒せるさ。お前はもう終わりだ。大きく出たな。では見せてやるぞ、このセルの真のパワーを。それがどうした。諦めろ。なぜだ、なぜこれほどのパワーが。目を刺さないぞ。お前みたいなやつは。気になるよ。